これここまで上がらない人、ストレートネック一生解消できません。このように肘をつけて口のあたりまで上がらない人は背骨の胸椎がガチガチに固まっていて、そのまま放置すると猫背、ストレートネックの原因になります。肘が上がらない人って力を抜くとすぐ猫背になってしまうし、このままだと背中が丸くなって不き姿勢、ストレートネックの状態が定着して顔のたるみ、むくみまで引き起こしてしまいます。でも今回の方法、たった1回やるだけで姿勢がキュッと、猫背、ストレートネックが改善し、首の筋膜がキュッと働くため、今より確実にリフトアップします。早速背骨チェックを行いましょう。両手を上げて肘をしっかりくっつけた状態で肘を上げていきます。この時に口、鼻のラインまで来てればいいのですが、ここまでしか上がらない人、しっかり背骨を剥がしていきましょう。はい、そしたら正座をした状態で姿勢を正してください。親指と人差し指のこの間を脇の下にセットします。こんな感じです。片方の手をバンザイして C の字を作るように体を倒していきましょう。この時に肋骨を押さえた手をグッと押しましょう。この辺り伸びてるの分かりますか？はい、ではやっていきます。よーい、スタート。はい、グー、 C の字を作って肋骨を押さえた手をグッと押してください。ここを伸びてるのを感じてください。繰り返します。ギューで、皆さんは体を曲げた時に息を吐きながらやっていきましょう。はい、体を C の字にして肋骨のストレッチ、また背骨を C の字に描くことで周りについた筋肉を剥がしていってます。はい、息を吐きながら体の C の字作っていきましょう。40秒終わったら反対側にいきます。はい、 OK です。今度反対側です。バンザーいきます。よーい、スタート。息を吐きながら C の字を作りましょう。この辺り伸びてる感じありますか？皆さんどっちか硬い方ありませんか？体って結構ね、左右の硬さが違ったりします。あ、こっち側が硬いんだなって感じた方はそっち側を重点的にやってみるのもすごく今回の背骨剥がし効果抜群です。やっていきましょう。息を吐きながら体を C の字に倒していきます。はい、しっかり背骨を曲げていきましょう。はい、いいですよ。今度は正座をしたまま両肘を床につけます。床につけたら片方の手をぐーっと横からバンザイします。この時に床についてる肘は離しちゃダメです。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、ぐーっと横からバンザイして体をねじっていきましょう。戻します。はい、これを繰り返します。ぐーってできる限り横から手をバンザイします。この時に背骨がねじれることで周りの筋肉、胸椎の周りにある筋肉をしっかり剥がすことができます。はい、ぐーっと体をねじっていきます。はい、ぐこれも運動している時は息を吐きながらやっていきましょう。はい、もう少しで反対側に行きます。はい、では反対側行きます。スタート。はい、同じ要領で体をねじっていきましょう。はい、できる限り横からバンザイして手を、ね、上に上げていきます。横からぐーっとバンザイして体をねじっていきましょう。はい、ぐーほ、皆さんは手を上げて体をねじるときに息を吐きながらしっかりねじってください。猫背とストレートネックを改善することができます。はい、もうちょっとです。はい、いいですよ。また肘をついた状態で今度は背中をできる限り丸めていきます。横から見るとこんな感じ。ポイントは背中を丸めた時にお尻と肘は浮かせないで、できる限り背中に大きく丸みを作ってください。ではいきます。よーい、スタート。はい、ぐーっとできる限り背中を丸めていきましょう。神になった気分で背中に綺麗な弧を描いてください。戻します。これも息を吐きながら背中を丸めていきましょう。皆さんはね、息をしっかり吐いて背中をぐーっとできる限り大きく、背中が突っ張るぐらい丸めていきましょう。背中に固まった筋肉、周りの筋肉をしっかりこの背中の丸みを作ることで柔らかくしていきます。はい、息を吐きながら
ですよ。はい、次最後です。背中を反らしていきます。このポーズから顎を引いた状態で首を上に向けていきます。そうするとこの辺りに効いてる感じ分かりますか？背骨にちょうど効いてるなーって感覚を与えながらやっていきましょう。はい、いきます。よーい、スタート。顎を引いて首をゆっくり上に上げていきましょう。そうするとこの辺り熱く感じますか？効いてる感じありますか？で、首の後ろ、背中のね、背骨のこの効いてるなって感じを、感覚をね、しっかり与えながらやっていきましょう。戻します。顎を引いて首を上に上げていきます。顎を引かない状態で首を上げても意味ないので、顎を引いた状態で首を上に上げてください。戻します。肘とお尻はね、浮かないように気をつけながら顎を引いて首を上に上げていきます。はい、いいですよ。お疲れ様でした。終わった後、自然に体がまっすぐ上に引っ張られてませんか？肘をつけて手を上に上げてみてください。最初より軽々上に上がるでしょ。たった1回でも劇的に変化出るこの方法、1日1回を2週間続けてください。確実に変わります。ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。